入らなくて、そこから普通に吉本プロレス入らんのはスカウト、はい、あの自分の希望で、トップがジャガーヨコタさんとライオネスタッカーさん、あ、そうなんすか、え、吉本プロレストップ、ジャガーヨコタさんとライオネスタッカーさん、はい、うわ、すごいじゃないですか、だったんです、絶対客呼べる人たちが、だからなおさらもう入りたいと思って、あ、はい、じゃあリスペクトとしてはもうね、そら、はい、ライオネスタッカーさんなんて、はい、もうクラッシュギャルズ、そうなんですよ、どっちに憧れてるとかあるんですか、別にどっちとかってこと、私クラッシュギャルズ、だから長山千草さん、長山さんに憧れてたんですけど、はい、まああの吉本女子プロレス入って飛鳥さんの下に使わせていただいたんですよ、で黙ってたらバレましたまたあってちゃうやんか私のファンと、長山派だったんでしょうって、そのこんなん言うたんですけど、吉本興業の所属、はい、まあ、吉本プロレス、はいはいはい、吉本興業のタレントじゃないですか、その時、はいはい、ギャランティーとかどうなってるんですか、これ言っていいんかな、まあ、もうカットします、もう今でこそプロレスラーってみんな自分たちでポスター持って営業もあるんですけど、はい、その頃ってもう地方行っても営業担当の人とかも全部、はい、選手がチケットを手売りするってこともなかったので、はい、まあすごい人気はすごくあったんです。へえ。地方行っても。でもそれがどんどんお客さんが減ってくるみたいなことを味わうんですか、吉本プロレス。だってなくなるってことは。そういうわけじゃないですか。だと思います。やっぱりお客さんが減って、興行減って、ああね、やっぱり売り上げが減っていったっていうのがあるんだ。いや僕らその、どういうふうって、まあ、テレビ自体がなくなってきてるじゃないですか、放送が。はい、だそれってやっぱ一番大きい。あると思います、やっぱりそれ。ねえ。やっぱりね、流血とかそういうのもあったんで、はい、あのコンプライアンス的な、あ、もう苦情クレームが入ってたのもあったみたいなんで、もう FMW なんてもう血だらけじゃないですか、もう手の他ですねえ、そうです、もうむちゃくちゃでしたもんね、あれもう流出鉄線とか電流爆破とかだったんで、私は見てるだけですよ、セコンドついてるだけだったんで、はい、もう音とかだけでも爆発音で耳に鼓膜破れそうになったりとか、あれはまあ変な話、はい、ほんまの血ですか、ほんまの血です、ああもうあかんわ、見てられへんわああもう血飽きませんね、あ、そうなんですかあんなんですよ、もう怖いですよ血は、あんなんむちゃくちゃですよ、ほな、もう人の血とか触りたないですもん、あ、それは自分も嫌ですけど、はい、試合の時は結構平気ですね、もうだからエスっ気がなさすぎてグーッてこんな営業せんのっすわ、やられるのは全然ええんすけどまだ「やりたい!」とか言う、はい、やられたい、いや、やられたいとかはないけどまだやられてまだ面白く返せる「痛い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 !」とか言えるけど、はい、このこうやってやってて「痛い痛い!」って言うてる人を何とかして「うるさいわ!」とかもないですもん、あ、でも逆にそれで周りのお客さんもブーイングとかしてくれれば余計にうわーって思います、もっと悪いことしたなって思います、うわ悪いえ、ブーイングもっとしろみたいな感じの、でもライオネス飛鳥さんに、はい、まあ、あれクラッシュギャルズに憧れて入ったのに、はいはい、今ヒールじゃないですか、あ、そうなんですね、ただその吉本女子プロレスの時に飛鳥さんがヒール軍団を立ち上げたんですよ、ほう、そこに私が入ってたんで飛鳥さんもヒールになってたんです、え、吉本プロレスでは、はい、飛鳥さんもヒールだった、ヒールだったんです、え、じゃあ誰がそのヒーローなんですか、ヒーローというかヒロインなんですか、ジャガーさんですね、あと、まあ、まあ若手のこうちょっとジャガーさんは、はい、ヒールやったんちゃうんですか、あの人ちゃうんですか、ジャガーさんヒールじゃないですか、じゃあでも今ヒールされてます、あ、今ヒールだから僕がそう思っちゃってるだけで、はい、あ、もともとはヒールじゃないです、ベビーフェイスの強いキャラクターです、はあ、そうなんだ、あ、その時は飛鳥さんがヒールをされてて、ヒール軍団にそこに加入して、はい、いう感じでやってました、でその吉本プロレス自体がこうまあまあちょっと下火になっていって、はい、で最終はいもうここで終わり終了っていうのは言われるんですか、私はその前に吉本を退団したんで、あ、でフリーになってるんで、固定給から解除、はい、自分から自らこの固定給を、いやすごいな、その頃はトータル的にフリーになった方がギャラが高かったんです、え、でもまあまあいや、こんなんですけど生活は絶対できるんですか、はい、できます、
あ、じゃあ吉本頑張ってましたね。まあ、いくらとは言えんけど、はい、結構いい生活がっていうほどでもない。まあ、いや、普通の、その一般的な20代とか30代女性の収入よりは多かったと思います。ね、まあ、試合数も多ければ多いほどボンバー儲かるし、 それが、まあ、ちょっとずつ下火になっていってお客さんが入らなくなって危機感を感じて、はい、これフリーの方が仕事あるんじゃないかと。そうですね。でフリーになられた。フリーになりました。ほらフリーになった途端にいろんなところからおいでおいでってなるんですか。あ、一応オファーいただいて参戦するような感じだった。はあ。じゃあもうその団体で所属してないとその試合ができないわけじゃないんですね。そうですね。今は特にもう団体同士で選手が貸し借りというかそういうのもあるんで。あ、そうなんですか。はい。へえ。なので例えば吉本興業さんがどっかでやります、うん、でちょっと選手あの芸人さんたりから、うん、あの松竹さんから借りるっていう。まあ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 、その、まあまあ、そのもともと昔がそうやったみたいなことで、はい、俺はちょっともう知らないことだらけで実際練習とかどうしてんねんのかとかフリーの方は。だから団体のある方はその練習場みたいなのあるじゃないですか、はい、あの大阪にも道場あるんですね。あの、うん、道頓堀プロレスさんを持ってるのかな、はい、で、まあ、大阪の選手ほとんどそこの道場を借りて。道頓堀プロレス、はい、あそこの道頓堀のあそこ裏か。元々大阪プロレスあったんですか。元々大阪プロレスがあって、はい、今道頓堀さんはまた違うところに道場を構えてるんですけど、まあ、そこに大阪の若手たちがこう団体の垣根を越えて集まって一緒に練習したりとかっていうのはありますね。へえ。あ、じゃあそこで皆さん集まって、はい、なんかこうやって。はあ。なんか私は全然行ってないです。もうあの筋トレオンリーで。自宅でとかじゃなくてジムで。怖ないですか。だってもう実践。ああ、でもなんか練習行っても自分の練習ができないというか若手に教えるばっかりになって、はあ、その、まあ、もちろんそういうポジションも必要だと思うんですけど、はあ、だったら自分のためにもっと時間使いたいんで、はあ、だからそれやったら筋トレ、はい、自分で行こうって。へえ。ちょっとこのコーナーに行きたいと思いますが、レコメンデーションスイート、このコーナー皆さんのお写真を紹介するコーナーですね。あちらの方のモニターにご注目くださいませ。まず1枚目でございます。こちらでございます。ドン。はい、はい。あ、ハニーギャングス。ハニーギャングス。え、これは、これは言っていいんですか。あ、いや、言っても。あの、この左に映ってる選手が名古屋の選手でサエっていう選手なんですけど、はいはいはい、あの誕生日が一緒なんですよ。はい、で、8月21日生まれなんで、はい、2人とも、はい、なのでそれをハニー。あー、なるほど。だけど2人ともヒールなので、はい、ハニー甘いやろってなって。なるほど。ギャングスをつければヒールっぽくなるだろうということで。はあ、ハニーギャングス、はい、で、私ドレックさんと誕生日一緒なんですって言われて、お母さん何歳って聞いて、お母さん同い年。はぁ。じゃあ、まあまあ親子の親子タッグみたいな感じ。ハニーペアレって言ってたらよかったぐらいの。じゃあいやいやいや、でもお母ちゃんって言われたら、お母さんって呼ぶなって言います。あ、まあ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 。へぇ。でもそんな風には見えないですよ。親子か、親子ぐらいの年齢が離れてるのは。見た感じ。はい。おい。これ、え、この方前来てくださってました。あ、一緒に見えてました。ね。はい、ええー。見えてました。はー。あー、いや、めちゃめちゃ吉本が好きなんで。全然ヒール感なかったですよ。見た感じの、その、おられた時は。私がお会いさせていただいて。プライベートはそんな、なんかヒール感ないですよ、私も。え、いや、ヒール感あります。え、何ですか。ヒール感はありますよ。あ、なんかその、どういったらいいですか。はい、そのなちょっとギャルっぽい雰囲気があったから。あ、いや、あの、はい、サエさん。あ、そうですね、はい、お若い感じの、はい、28ぐらいじゃないですかね。はい、いや、だってえ、そのヒールじゃない方って大体こう年齢がまあ増せば増すほどヒールになっていくとかではないんですか。別に。あ、関係ないです。関係ないですか。もうデビューしていきなりヒールっていう時もあるし、はい、本人志願でヒールになりたいっていうのもあるんで。ああ、はい。でもともとドレックさんは、私はベビーフェイスでした。あ、はい、そうなん。あ、ヒールに対してはベビーフェイスだ。はい。はい。これドレイクというお名前はどこから来てるんですか。ドレイクはですね、あの、私竜が好きで、はい、ここタトゥーが左に出てると思うんですけど、はいはいはい、でプロレスラーでなんとかドラゴンなんとかって多いじゃないですか。はいはい、なのでいろんな国の辞書
調べてて、はい、そしたらスウェーデン語でドレイクっていうのが出てきたんですよ。そうなんですか。あかっこいいな、竜のことドレイク、スウェーデン語でドレイク、はい、はあ、ただ仮面ライダードレイクって知ってます？あ、僕ちょっと知らないですか、はい、あのヒーローやもん。ヒーローなんです。調べたらあのトンボをモチーフにした仮面ライダーあれドラゴンフライっていう、あ、ドラゴンフライ、ドラゴンフライ、はいはい、トンボ、はい、仮面ライダードレイクめっちゃ竜かっこいいやと思ったら、はい、トンボモチーフやったんですよね。あー、ドラゴンフライ言いますね、確かに、はい、ファイアーフライがあれですね、その、はい、ホタルだから。あー、はい、あー、その竜から来てます。竜から、はい、はい、じゃあ続きまして、ね、森松は本名です。本名の名字です。名字、はい、こちらです、どう、はい、あら、あ、みそのちゃんですね。みそのさんとハードロック、これはあれヘッドロックっていう、あ、ヘッドハードロック、あ、面白めちゃくちゃいいや、あの T シャツこれもそこのメーカーの、いい、ラダー、ね、あのはしごで、はい、プロレスのなんか狂気 OK のやつとかね、まあ、ここの、まあ、沖縄にあるブランドなんですけどね。はい、ヘッドロック面白い。ヘッドロックされそうになってますけどね。あ、いや、顔ちっちゃ、みそのさん、ちっちゃいですね。これはな、どういう、あです、まあ、ちょっとあのみそのさんとのご縁がありまして、交換させてください。で、あの私ももともと保護犬を飼ってたつながりもあって、みそのさんから、はい、その尼崎の保護猫の団体を紹介していただいて、はい、で、譲渡会とかあったら顔出すよっていう、はい、それでそこそこ、まあ、あのまあ月1回ぐらいか2回ぐらいなんですけど、まあできるだけ譲渡会顔出すようにしていて。譲渡会って何ですか、そのなんか、あの保護猫の、はい、保護された猫を里親さん探したりとかっていう。はあ、で、みそのちゃんもそういう活動を今すごいされてて、はい、まあ、他にもあの子ども食堂とか、はい、なんかあの福祉関係もされてるんですけど、はあ、まあ、そのつながりで、まあ、あのご縁いただいて、あの、ね、保護猫支援の活動をやらせてもらってます。ヒールがベビーフェイスのこと。そうなんですよ。へえ、なんかその猫が好きだとかそういうことですか。あ、もう動物全般に好きです。もう犬猫関係なく。へえ、はい、家にはもう、家には最近子猫ちゃん来ました。あ、何匹ぐらい飼われてた、うん、猫。今1匹です。これ猫は、猫ちゃん1匹と1匹で、それまでワンちゃんだったんですけど、ちょっと去年亡くなっちゃって、はい、でも半年ぐらい経ってようやく子猫を迎え入れて。へえ、はあ、うちの猫も保護猫は保護猫なんですけど、はいはい、全然懐かないです。昨日も、今もう本当にシューッとなりました、はい、まだまだでも私を見てはもう、あ、こうずっと、はい、おやつあげる人でもないんですか。おやつあげようが何しようが、あ、そうなんですか、はい、家賃払ってようが、医療代を払ってようが何しようが一個もです。トイレを変えよう、何しようが。声大きい人は悲しいよ。ああ、いや、そんなに大きないけど家で、いや、家でこんな声出してない、さすがにおいとか言うてない。ピーピーって言うてるのに、ピーピーって言うてますよ。声大きい人はあかん、ほんなカッパさんは吐きませんやん。うちなついてるだけ。なおなよんな、あかんからこれ天ヶ崎なんですか。これ天ヶ崎です。はい、天ヶ崎どの辺にあるんですか。塚口、南塚口なんですけど、はいはいはい、あの塚猫さんという保護猫団体ですね。はい、はいはいはい、続きましての、はい、私のじゃあどうです。あ、これもみそのちゃんですね。あの私京橋の方で、はい、あの立ち飲み屋をやってるんですけれども、はい、まあ、その地域 の京橋ジャーナルというサイトがあって、京橋ジャーナル、はい、はい、今フリーペーパーも出てるんですけど、はい、それの取材で、はい、まあ、その京橋ジャーナルさんも保護猫活動にあの協力したいということで、はいはいはい、一緒に磯野ちゃんと取材を受けさせていただいたときに、その保護猫って、はい、なんか地域猫みたいで、そのなんか桜目になってるのもあるじゃないですか。はい、います、ね、それとはまた違うんですか。そうです、もうそうやって保護された子たちが、まあ、そのお腹大きい桜猫ちゃんから生まれた子をまた保護してとか、もうさまざまな、エンドレスじゃないですか。エンドレスです。あとね、ちょっとあの飼い主さんがもうご高齢で飼えなくなったとか、はいはあ、まあ、ちょっと家庭の事情で飼えなくなった猫ちゃんを、そのだからワンちゃんとかを取ってっていう、だからその野良猫は、まあ、昔は野良犬もいましたけど、はい、まあ、はい、ね、野良犬はほぼいてないですけど、
野良猫山ほどいてるじゃないですか、はい、どういう風にしてどのタイミングで保護するのかとかは全く分からなくて、あのやっぱ 通報というかあのお知らせが来るみたいで、どこどこで猫がずっといてるとか、はいはいはい、子猫がないとか、はい、だそれをあのレスキューしに保護しに行って、あわざわざ行くんですね、はい、そのまあ捕まえにというか、はいはい、でまあ足怪我してるとかなったら病院連れてってあげて、はい、ちゃんと治療してあげて、そのリリースといえばまたそこに場所に戻してあげるか、はい、もうこの子はもうちょっと体力的に生きていかれへんなってなったら里親さん探したりとか、はあ、のまあ私とかはまあそういう活動っていうか啓発運動の方をしてるんで、はい、こうね、こういう保護猫ちゃんいますよっていう募金集めて、あのなんか寄付したりとかっていう、もうでも完全チャリティーで、そうですね、うわ、はい、じゃなかなかこうなんですけど、はい、その未然に切ってどんどん殺るということではないんですか、その結構負担大きくないですか、そんなことないですか、あたまに未然に切りますけどいやでもお店にね募金箱置いてあるんですよ、あそうなんです、お客さんがいつもお釣りを入れていってくださるんで、はいはいはい、それをもまとめてあのうちの部下の時に持って行っ て, って、なるほど、あとみさのちゃんは結構チャリティーグッズを売ってあるんで、はいはいはい、売り上げを全部そのまま気にしたり、はあ、いやもうだから次僕がしなあかんことは多分こういうことなんだろうなってね、はい、この悪人はね思いますね、どうやって自分のこの悪行を、はい、来世に持っていかないようにするかとなると、やはり徳を積むことをしないとダメだとなるとそういう狙いでやってないんですか、いや僕はでもその狙いとかじゃなくて、何か人のため世のため人のためになることをやはりその自分がやっとくやっとかないかだけで、やっぱり自分の心の浄化も違うじゃないですか、うん、なんか誰かが喜んでくれることとかをしないといけないなと思う、いやでも本当にみそらちゃんがすごいんで、活動がすごいですね、時間この人いつ寝てるのっていうぐらい、今血のみ子も預かって、はいはい、あの里親さんじゃなくてあの預かりさんって言ってこう大きくなって譲渡会出せるようになるまでミルクをあげるとかっていうのもされてるんで、はい、尊敬しかないですね、すごい、あちこち行ってそのね、あの猫犬活動もしてはるし、あでも動物の扱いがわからないから、だからどうしようもない部分はありますねもう飼ってるメダカはどん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 死んでいく、いくら飼っても死んでいくから、なんか変な電磁波わかんない、スナック菓子を買いに行くかのように港南に行ってメダカを飼ってくる、もう今やあまりにも死にすぎて、でもちょっとだけ今ブレイク中ですもん、あそうなんですね、はい、水槽空にしてずっと置いてありますけど、はい、じゃ続きましてのお写真でございます、こちらと、はい、おい、うわこれ C じゃないです、実はちゃうん C じゃない、めっちゃつまつまつまつってる C じゃないんです、いやこれはあの私が毒霧を試合中に拭いた後の試合後の写真なんですよ、あ試合後、はい、だから相手は顔真っ赤です、毒霧で、あ毒霧は目つぶしでやるんですか、目つぶしです、ああなるほどなるほど、そのひるんだ瞬間になんか技やって丸め込んだりとかっていうので、毒切りをする前にはどっかにそれを含んどかなあるんでしょう、ちゃうんですか、どう持っとくんですか、持っとかないです、うまい具合に、はい、セコンドと連携プレーで、ああセコンドとの連携プレーでバッてもらえばガッてなる、はあ、ああこれは体的人的には無害なもの、口に含めても大丈夫、まあ、無害ですね、あはい、食紅的な、それは言えないですよ、言われへんわ言われへんわでもなんかこの写真がね好きなんですよ、いやあのすげえ迫力ありますよ、なんかあのキスのライブを見てるようで、はい、ジン・シモンズのこれは違いますけど、はい、キスのライブの T シャツ着てたらよかったなと思って、毎回やられるんですか、ドレイクといえばどこ切りとここぞっていう時に私は凶器は金属バットとパイプ椅子なんで、はい、あ凶器ってそれぞれ決まってるんですか、まあ、チェーンであるだとか必須アイテムというか、はい、金属バットを持ってもそのリングに行くんですか、はい、モルテンラブヨシー